UEFA チャンピオンズリーグ準々決勝、第2戦のアトレティコマドリー対マンチェスターシティ戦後、両チームの選手たちが、ドレッシングルームに向かう通路内で、あわや暴力沙汰の騒ぎを起こしたようだ。イギリス、ミラーが報じている。アトレティコは何に怒ってるんかよくわからんな。そんだけ熱くなれるなら、ピッチで戦えよ。試合後はクタクタで、動けなくなるまで走れ。終わってから怒れる元気あるのがおかしい。13日に行われたチャンピオンズリーグ準々決勝セカンドレグでアトレティコのホームで対戦した両者。ファーストレグを0から1で落としていたアトレティコが終盤猛攻を見せたが、マンチェスターシティは必死の守備で最後まで失点を許さず、スコアレスドローで終了し、2戦合計1から0でマンチェスターシティが準決勝進出を決めている。ゴールがない試合ながら盛り上がりを見せたこの一戦。しかし、試合終盤には両チームが入り乱れる乱闘騒ぎも起きていた。この試合で相手の激しいマークを受けていたイングランド代表フィル・フォーデンは試合終盤にフェリペとやり合う事態に。ピッチ外で倒れ込んだ中、フォーデンは転がりながらピッチ内に戻る姑息な手段に出る。しかし、これを見逃さなかったのはステファン・サビッチ。ピッチ外で倒れていれば、試合は続行されたが、中に戻ったことで試合が止まるのを嫌い、ピッチの外に引き戻そうとした。その際に、ピッチサイドでアップしていたジャック・グリーリッシュと、オレクサンドル・ジンチェンコが止めに入ったことで取っ組み合いに、大乱闘へと発展していた。この騒動で、大量のカードが出ており、フェリペは2枚目のイエローカードで、退場処分となっていた。チャンピオンズリーグも上の方に来ると、各国、ダービー並みに激しく、スピードのある展開になる。白熱具合はほぼダービーみたいなもん。フォーデンも悪いというやからいるが、そもそもかなり悪質で痛いファールやけどな、しかも追い打ちキック付き。終盤でリードしてたら程度の差こそあれ時間稼ぎのために倒れるのは、どこのチームでもあるし、たとえ軽めのファールでも、あの時間帯にファールする方が、頭悪いよ。とりあえず審判はよく頑張ったと思う。同志によると、お互いに対する怒りは、試合後のトンネル内にまで波及。フランスのテレビ局、RMC スポーツが配信した映像には、シティジャック・グリーリッシュに激怒するステファン・サビッチが、チームメイトたちに制止され、そのまま、ドレッシングルームへと戻っていく様子が収められている。フルス対戦となった、マンチェスター・シーのロドリは、モベスターに対し、僕らはみんなフットボーラーだし、ピッチのことはそこに置いてくるというのは分かっているとしつつ、以下のように続けた。多くの感情が入り混じった接戦だった。何が起こったのかはよくわからないけど、ちょっとした乱闘があったんだ。彼らは元チームメイトだし、気持ちの良いものじゃない。だから引き離そうとした。ただのアクシデントに過ぎないよ。また、アイメリク・ラポルトも、乱闘に発展するのは常に不愉快だけど、些細なことだ。結局、こういうことは、ほんのわずかでも、大きな話題を生み出してしまう。これは僕らよりも、アトレティコを傷つけるものだと認めている。なお、アトレティコヤン・オブラクは、外で、サポーターに感謝を伝えていたから何も見ていない。スタンドの雰囲気は素晴らしかったねとし、乱闘を目撃していないと語った。まあ普通にアトレティコに 100% 近い日があるけど、こういうコメントできるラポルテは素晴らしいね。普通にアトレティコに 100% 近い日があるけど、こういうコメントできるラポルテは素晴らしいね。サビッチは、あの場面以外にも細かいアフタータックルを、フォーデンにずっとやってたよね。ストレスを与えるつもりなのかと思ってたけど、入れ込みすぎてただけだった。本当に猛省してほしい。日本のフットボールファンは言った。ビデオをご覧になっていただきありがとうございます。Like して下にコメントしてください。新しいビデオを見えるようにチャンネルを登録してね。誠にありがとうございます。